アメリカズ・ゴット・タレント。アメリカズ・ゴット・タレント。略し、テイジティは、米 NBC ネットワークで放送されている、公開オーディションのリアリティ番組で、イギリスのブリテンズ・ゴット・タレントのフンチャイズの一つ。サイコ TV と、ホックスのアメリカンアイドルを生んだ、フリーマントルメディアとの共同制作により、NBC で放送されており、老若男女問わず歌手だけでなく、ダンサー、マジシャン、 コメディアンなど様々なジャンルのパフォーマーが賞金100万ドルをかけてオーディションを行うスター発掘番組である。2006年6月にシーズン1の放送が開始された。シーズン3以降、賞金100万ドルに加え、ラスベガスストリップでの公演にメインで出演する権利も授与されるようになった。視聴者の投票により、アマチュアや世間によく知られていないパフォーマーが世に出る。 機械となるこのフォーマットはとても人気があり、アメリカやイギリスでよく使われる手法である。サイモン・コーベルを中心に制作され、2005年にイギリスで制作された、ポール・オグラディズ・ゴット・タレントがオリジナルであったが、その後の2007年に、ブリテンズ・ゴット・タレントを放送することとなる、ITV とオグラディとの確執により放送延期となった。このような経緯を経て、 フランチャイズの最初のフルタイムの番組として2006年よりアメリカ版の放送が始まった。サイモン・コーウェルはもともと制作には携わっていたが同様に関わっていたアメリカンアイドルを放送するフォックスはコーウェルがアメリカズ・ゴット・タレントの審査員となることを許可しなかった。コーウェルはアメリカンアイドル降板後2011年から フォックスの X ファクターのプロデューサー及び審査員となった。日本では D-Life でアメリカンネクストスターの題名で第6シーズンが放送された。全米各地でプロデューサーが分担して行う一般選考。放送には含まれない。ここで合格した参加者たちはその数ヶ月後に観客を入れた舞台上で行われる番組審査員によるオーディッションに参加できる。 全米各地の劇場で観客を入れて行われる2次、先行。1シーズンの初回から数回はこの模様が放送される。審査は2012年までは3人、2013年以降は4人の著名な審査員により行われ、演技終了後に3人以上のイエス、合格を得ると次の段階に進むことができる。ただし審査員一人につき赤いブザーが置かれており、ブザーを押すと、 舞台上部に設置される X ライトが赤点灯。審査員全員のライトが点灯した場合は、その瞬間に演技は途中で打ち切り、失格となる。シーズン3より多数の観客の反応が審査に影響するようになってきた。シーズン9から導入された審査員テーブルの中央に一つだけ置かれた金色のブザーボタン。これが押されると、 ステージの背景や照明が青を基調としたものから金色に変わり金色の紙吹雪が舞う。シーズン9においては他の審査員が赤のブザーを押して敗退が濃厚になった参加者に対し強く合格を希望する審査員1名が独断で次ラウンドへの進出を即決出退救済措置として登場。シーズン10以降はこれを押された参加者はその場でラスベガスウィークの免除。 準々決勝進出が決定するというシステムに変更された。これにより、救済措置というより審査員からの最高評価という意味や観客に称賛された参加者の象徴という要素が強くなった。また、このシーズンから各審査員が1シーズンにつき1度だけゴールデンブザーを押せるシステムとなり、シーズン11以降は司会者にも1度押す権利が与えられるようになる。 たまに1シーズンにつき1度だけしか使えないシステムと表記されることもある。それは間違ってはいないものの、正しくは、シーズン10、厳密に言えば、シーズン11以降から、審査員の人数プラス司会者の数だけ順々決勝、生放送進出が無条件で確定するシステムである。例えば、審査員4人と司会者の場合、警国組が進出するという形である。 シーズンにより前日のオーディションと後日の生放送の間に録画放送されるラスベガスウィークというオーディションが追加された。このラウンドはラスベガスストリップの著名な会場で行われる。このオーディションの名称はこれまでラスベガスコールバックスベガスバーディクツと呼ばれることもあった。このオーディションはシーズン4を除き一般的に審査員前での舞台演技2回目となり、 次の生放送に進むパフォーマンスが先行される。ここで不合格となったとしても、審査員が使う、ワイルドカードにより敗者復活となることもある。このオーディション以前に審査員の会議により、舞台演技なしで生放送に進む者、舞台演技審査受験者、舞台演技なく不合格となる者に振り分けられる。シーズン5から7まであったシステム、審査員オーディションを経ずに、 YouTube を介してのオンライン上でのオーディションで合格した参加者は準決勝前の生放送の一部として観客を入れた会場で審査員の前で舞台演技することとなる。YouTube オーディションで最も成功したのはシーズン5のジャッキー・エヴァンコで最終的に準優勝となった。これ以前のシーズン3と4ではマイスプイスでのオーディションが可能であった。 シーズンにより差異はあるが、準々決勝、準決勝、決勝、フィナーレの4段階で優勝者を決定する。この生中継は、シーズン2での20組から60組まで、出場数はシーズンによって、ばらつきがある。このオーディションでは審査員による、審査の他に視聴者による投票も行われる。シーズン1では審査員が、舞台演技途中でやめさせることはできなかったが、チェック。 または X をつけることができた。シーズン2からチェックは廃止され、審査員は舞台演技途中でやめさせることができるようになった。一般的に生放送の第一段階は事実上の準々決勝となる。YouTube オーディションのあるシーズンではこのオーディションも実質的に準々決勝に組み込まれる。これ以前に不合格となったものも審査員によるワイルドカードで、 敗者復活試行のディションに参加できることもある。これらにより、シーズンによっては、順当に進出してきた者にとって、獲得可能票数が少なくなることも考えられる。ここで合格した者は準決勝に進み、準決勝で視聴者投票により合格した者はトップ8、またはトップ10などシーズンごとに出場者数が変わるラウンドに進む。ほとんどのシーズンで準決勝以降、 審査員は合否を決定することはできない。クライマックスの決勝戦にはシーズンによって4組から10組が進出できる。最多得票数による優勝者には100万ドルの賞金とシーズン3からはラスベガスストリップでの公演の機会が与えられる。シーズン1から6まではロサンゼルスの CBS テレビジョンシティから生中継されていた。シーズン7は ニュージャージー州ニューアークにあるニュージャージーパフォーミングアーツセンターからシーズン8はニューヨークにあるラジオシティミュージックホールから生中継された。シーズン5から決勝戦を優勝者、準優勝者らは全米25都市を回るツアー公演を行うこととなっている。2006年5月 NBC は新番組の制作を発表した。6月から カリフォルニア州ロサンゼルス、ニューヨーク州ニューヨーク、イリノイ州シカゴ、ジョージア州アトランタでオーディションが行われた。当初のいくつかの宣伝では優勝者はラスベガスのカジノでメインの公演を行うことができるとされていたが、優勝とはいえ有名ではない者が公演を行うことによる集客が検査れ、賞金100万ドルに変更された。2002年の アメリカンアイドル初回放送時よりも多い1200万以上の世帯が初回放送を視聴したとされている。ニールセン放送調査によると当時の夜の2時間番組で全米で最も高い視聴率となり、購買層とされるゴールデンタイム視聴者の18歳から49歳の視聴率が最も高かった。61組がセミファイナルへ。そこで4組に分かれ、 最多得票数1位と審査員推薦組がファイナルに進み、次点がワイルドカードへ。合計10組がファイナルへ進む。ファイナルでは最多得票数が多い方が優勝となった。シーズン1の最終回には、アリー &AJ の後に登場することとなっていたトム・グリーンがオウムの衣装で、モノのオウムと共にテレパシーで意思疎通しているかのように叫び、グリーンが 観客の上を飛び、紙吹雪を巻いたシーンが放送されなかった。シーズン1では、レギス・フィルビンが司会、俳優のデイビッド・ハッセルホフ、歌手のブランディ・ノウッド、ジャーナリストのピアズ・モーガンが、審査員を務めた。11歳の歌手ビアンカ・ライアンが優勝し、タップダンスグループのオール・ザ・ット、兄弟ミュージシャン・デュオのザ・ミラーズが準優勝した。2006年6月、 NBC は、シーズン2を2007年1月より、日曜20時から、結果発表の開約放送を開始することを発表した、あと、シーズン1で成功を収めた夏の放送に変更した。これにより類似しより、人気のあるアメリカンアイドルと競合することを避けることができた。この頃の他のスターハックスリアリティ番組には、などがあり、1月から毎週日曜日に、 アメリカズ・ゴット・タレントと曜日は異なるが、同じ時間帯に放送されていた。2007年3月、NBC は、レギス・フィルビンが降板し、ゼリー・スプリンガーが司会を務め、ブランディが降板し、コーエルのイギリスの番組、X ファクターで審査員を務めた、シャロン・オズボーンが、シーズン2の審査員を務めることを発した。シーズン2では結果発表の放送会はなく、 パフォーマンスの放送会に結果も発表していた。また、毎週火曜の放送会は、その週の土曜日に再放送された。セミファイナルは、スタジオの観客と審査員の祭典で、ファイナル進出者を決め、ファイナルのみ、電話投票を実施した。2007年8月21日火曜日、歌う、福話術、モノマネのテリー・フェイターが優勝し、 歌手のキャス・ヘイリーが準優勝となった。2007年8月、NBC はシーズン3の制作を発表し、2008年6月17日に放送が開始された。1月から4月にかけ、オーディションが、ノースカロライナ州シャーロット、テネシー州ナッシュビル、フロリダ州オーランド、ニューヨーク州ニューヨーク、テキサス州ダラス、カリフォルニア州ロサンゼルス、ジョージア州アトランタ、 シリノイ州シカゴで行われた。またマイスプイスによるオーディションも行われた。シャロン・オズボーン、ピアズ・モーガン、デービッド・ハッセル・ホフが前回に引き続き審査員をめることとなり、司会もジェリー・スプリンガーが務めることとなった。シーズン3はこれまでの2回とは大きく異なる。オーディションは全米の著名な劇場で行われ、国旗をバックにしたタイトルロゴが使用された。 ブリテンズゴットタレントと同様、審査員のテーブルのボタンと連動した X マークが使用された。シーズンに同様、ラスベガスコールバックスが行われたが、これまでの20組の倍の40組がこの生中継に進出した。このシーズンでは結果発表の回も何度かあったが、定期的ではなかった。番組は、北京オリンピックのため2週間半中断し、 2008年8月26日放送が再開された。2008年10月1日、オペラ歌手のニール・イー・ボイドが優勝し、歌手、ピアニストのイーライ・マットソンが準優勝した。2009年6月23日火曜日、シーズン4の放送が開始された。またシーズン4から高精細度テレビジョン放送となった。オーディションはニューヨーク州ニューヨーク。 カリフォルニア州ロサンゼルス、イリノイ州シカゴ、ワシントン DC、ジョージア州アトランタ、フロリダ州マイアミ、ワシントン州タコマ、マサチューセッツ州ボストン、テキサス州ヒューストンの旧都市で行われ、対面式のオーディションのほか、NBC の特設サイトにアップロードした自身で収録した動画により、オーディションを受けることも可能であった。これまで司会を務めていたジェリー・スプリンガーが降板した。 ダメニックキャノンが司会を務めることとなった。審査員はシーズン3と同じメンバーとなった。オーディション方法はこれまでと同じだが、ラスベガスコールバックスはベガスバーディクツと名を変えた。シーズン4から結果発表だけの1時間放送が行われるようになった。このシーズンではタイトルロゴの周りに国旗や星がはためくようになった。ラスベガスウィーク最終日。 制作総指揮者のサイモン・コーウェルは、ロサンゼルスへのとの審査員たちに電話をかけ、彼らの審査に納得がいかない旨を伝えた。このシーズンには、優れた才能を持つ出場者が多く、不合格となった8組を呼び戻すこととなった。10組ずつ出演する予定のところに2組のワイルドカード出場者を加え、トップ40の予定がトップ48となった。 2009年9月16日、カントリー歌手のケビン・スキナーが優勝し、賞金100万ドルとラスベガスストリップのプラネットハリウッドリゾートカジノで10週間の公演の名出演権を獲得した。2009年、ライバル番組のアメリカンダンスアイドルが夏の放送ではなく秋の放送となることをきっかけに、アメリカズ・ゴット・タレントも秋に放送することを検討された。 NBC は最終的に夏の放送のままとすることに決定したが、アメリカンダンスアイドルも夏の放送のままとなった。2010年、冬から春先にかけて、イリノイ州シカゴ、テキサス州ダラス、カリフォルニア州ロサンゼルス、ニューヨーク州ニューヨーク、フロリダ州オーランド、オレゴン州ポートランドで、テレビ放送されるオーディションが行われた。テレビ放送されない。 プロデューサーたちによるオーディションは、ジョージア州アトランタ、ペンシルベニア州フィラデルフィアでも行われた。また今回、YouTube によるオンラインオーディションが初めて行われた。デビッド・ハッセル・ホーフが新番組司会のため審査員を降板し、コメディアンでテレビ司会者のハウイ・マンデルが参加することとなった。これにより、番組開始当初からの審査員は、ピアズ・モーガンのみとなった。 このため審査員は二人のイギリス人、一人のカナダ人で構成されることとなった。2010年6月1日火曜日、東部標準時20時より放送が開始され、以降これまでのシーズン同様にこの時間で放送された。2010年9月15日、歌手のマイケル・グリムが優勝した。彼を引き取り、育ててくれた祖父母が、ハリケーン・カトリーナによって家を失い、 トレーラー暮らしをしていたため、優勝賞金は祖父母の家を建てるために使いたいと話していた。賞金100万ドルのほか、ラスベガスストリップにあるシーザーズパレスで演奏する機会を得て、さらに準優勝のジャッキー・エヴァンコ、ファイティング・グラビティ、プリンス・ポピコックなど決勝戦、出場10組と共に25都市を回るアメリカズ・ゴット・タレントライブメインで出演した。 2011年5月31日火曜日、2時間のスペシャル番組で放送が開始された。ピアズ・モーガンは、ピアズ・モーガントゥ・ナイト、シャローン・オズ・ボーンは、に出演し始めてからの子であった。2010年7月27日、モーガンは、ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・ジェーレノに出演し、アメリカズ・ゴット・タレントと3年間の契約を結んだことを公式に発表した。また審査員に、ハウイ、 マンデル、司会に、ニック・キャノンが続投することとなった。オーディションは、カリフォルニア州ロサンゼルス、ニューヨーク州ニューヨーク、ミネソタ州ミネアポリス、ジョージア州アトランタ、ワシントン州シアトル、テキサス州ヒューストンで行われ、テレビ収録された。プロデューサーたちによるテレビで放送されないオーディションは、コロラド州デンバー、イリノイ州シカゴでも行われた。 2011年4月26日 NBC のザボイス初回放送日にオーディションの様子が流された。2011年5月4日より昨年に引き続き YouTube によるオンラインオーディションが行われ8月9日に YouTube 選抜者による決勝戦が生中継された。7月中のザボイスの生中継のためアメリカズゴッド・タレントの火曜日の放送は 通常のより1時間早く20時に行われ、2011年7月12日の生中継から通常の21時に戻った。水曜日の放送は通常通り21時に行われていた。2011年9月14日水曜日、フランク・シナトラの歌唱法の歌手、ランダウ・ユージン・マー・フィジュニアが優勝し、ダンスグループのシルエッツが準優勝となった。その直後、 ラスベガスストリップにあるシーザーズパレスで行われたアメリカズゴットタレントライブにメインで出演した。この公演には決勝戦に出場した4組のほか、視聴者に評判の良かった歌手アナ・グレースマン、マジシャンのランドン・スワンクも出演した。2011年8月12日 NBC は2012年5月14日からシーズン7を放送することを発表した。 2011年10月から2012年2月までプロデューサーによる第1次予選がニューヨーク州ニューヨーク、ワシントン DC、フロリダ州タンパー、ノースカロライナ州シャーロット、テキサス州オースティン、カリフォルニア州アナハイム、ミズーリ州セントルイス、カリフォルニア州サンフランシスコで行われた。2月27日、ニュージャージー州ニューアークにある ニュージャージーパフォーミングアーツセンターから生放送が始まった。ピアズ・モーガンは CNN の自身の番組ピアズ・モーガントゥ・ナイトに専念するためシーズン6で降板し代わりにハワード・スターンが入った。ハワードはニューヨークのシリウス XM ラジオでラジオ番組に出演するため生放送の会場は近くのニュージャージー州ニューアークにある会場に変更された。 2011年12月、制作総指揮者のサイモン・コウェールは全面的に改編を行うと発表し、新しいグラフィック、照明、テーマ曲、ショーイントロ、ロゴを変え、会場もニューアークのニュージャージーパフォーミングアーツセンターに移した。2012年7月2日、新しい会場であるニュージャージーパフォーミングアーツセンターからシーズン7の 最初の生放送が2時間半のスペシャル番組として行われた。取り替えられた審査員の机、リフレッシュしたデザインの X マークなど新しいセットが視聴者に公開された。2012年7月25日のトップ48第4週の結果発表の後、ロンドンオリンピックのため放送が3週間中断された。8月14日、 YouTube スナップルスペシャルとして生放送が再開された。2012年8月6日、シャロン・オズボーンがこのシーズンをもって降板することを発表した。申し立ての夜と、彼女の息子、ジャック・オズボーンが NBC の新番組のプロデューサーにより差別を受けたことが原因としている。2012年9月13日、オラテドックスがシーズン7の優勝者となり、 番組史上初めて全く歌わないパフォーマーの優勝となった。オラテトックスはトレーナーのリチャードとニコラスオラテの親子による犬のパフォーマーである。コメディアンのトム・コッターが準優勝となった。2013年6月4日火曜日から放送が開始された。シーズン7の生放送2回目からコマーシャルでシーズン8の告知が行われていた。 当初シャロン・オズボーンはシーズン8には出演しないとしていたが、後に今のところは残るつもりでいると表現を変えた。2012年8月6日、NBC との確執により番組を離れることが確定した。2012年11月29日、ニック・キャノンが司会を続投することに正式に契約した。2012年12月3日、ハワード・スタンが 自身のラジオ番組で審査員としてシーズン8に出演することを発表し、オーディションに関する NBC の広告媒体にはスタントキャノンしか掲載されていなかった。2013年2月12日、ハウイ・マンデルがテレビ番組の中でシーズン8でも審査員をすると発表した。2月20日、スパイス・ガールズのメンバーであるメラニー・ブラウンが第三の審査員として、 シャロン・オズ・ボーンの代わりに勤めることが発表された。3月3日、スーパーモデルのハイディクラムが新設された第4の審査員として参加することが発表された。2012年7月11日、オーディションがこれまでより多いカリフォルニア州ロサンゼルス、ワシントン州シアトル、オレゴン州ポートランド、ルイジアナ州ニューオーリンズ、アラバマ州バーミングハム、テネシー州メンフィス、 テネシー州ナッシュビル、ジョージア州、サバンナ、ノースカロライナ州ローリー、バージニア州ノーフォーク、テキサス州サンアントニオ、ニューヨーク州ニューヨーク、オハイオ州、コロンバス、イリノイ州シカゴで開催されることが発表された。生中継の収録は、ニューヨークのラジオシティミュージックホールで行われることとなった。3月4日、ニューオリンズ、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、 サンアントニオで4人の審査員の前で行われるオーディションが開始され、この模様はテレビ収録された。2013年9月18日、格闘技ダンサー、マイムのエビナケンイチがアメリカズ・ゴット・タレントシーズン8の優勝者となり、テイラー・ウィリアムソンが準優勝となった。これにより番組史上初めてダンサーの優勝となった。2013年7月31日、 シーズン8準々決勝、第2週放送中、翌年のオーディションに関する告知が出され、これにより事実上、シーズン9が行われることとなった。シーズン11は2016年5月31日に放送がスタートし、リオ五輪中継による中断を挟み、2016年9月14日に最終回を迎え、グレース・バンダーウォールが優勝した。 決勝の生放送は、ハリウッドのドルビーシアターで行われ、審査員に、サイモン・コーウェルが参加した。新たな審査員にガブリエル・ユニオンとジュリアン・ハフ、司会者にテリー・クルーズを迎える。オーディション第3週に、日本の芸人ユリアン、レトリーバー、第4週に、フルート奏者兼ハリウッド俳優のシンムラ・オサムアイ、第14週に、タンバリン芸人のゴンゾーが出場した。 アメリカズ・ゴット・タレント・ライブは、ラスベガス・ストリップで行われる、その年の優勝者をメインとした公演である。2009年10月から2010年1月の10週間、水曜日から日曜日までラスベガスのプラネット・ハリウッド・リゾートカジノで公演が行われたのが始まりである。この公演には、シーズン4の決勝戦に残った10組が出演した。 この番組の元司会者のジェリー・スプリンガーがコネチカット州スタンフォードで収録される自身の番組セ・ジェリー・スプリンガー賞の合間に毎週ラスベガスに通った2010年シーズン後の決勝戦出場者が出演する公演がラスベガスストリップのシーザーズ・パレスカジノリゾート公演を含む25都市で全米ツアー公演が行われたジェリー・スプリンガーが ラスベガスでも全米ツアーでも司会を務めた。2013年10月3日から11月17日までシーズン8の全米ツアー公演が行われることとなった。アメリカ国内での売り上げのみ、多くの出演者がアメリカンアイドルやアメリカズベストダンスクルーなど他のオーディション番組などに出演している。この番組を番組フォーマットとした番組が 世界各国で制作されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。